1986年4月26日、辺りを引き裂くような大音響のガス爆発がチェルノブイリ原子力発電所の原子炉で起こりました。多くの人がこの爆発と強烈な放射能により命を失いました。多くの人は原子力発電所の汚染除去作業により死亡し、そこでの被曝による後遺症からがん、内臓疾患、心臓循環器系障害などを発病し、痛みによる重度のうつ状態となり、自殺にまで至りました。チェルノブイリで犠牲となった人の正確な数は分かっていません。パーベル・シェメットさんはそんな被爆犠牲者の一人でした。彼は1986年の清掃作業に従事しました。彼が被爆障害を乗り越えたことは奇跡に等しいことでした。この奇跡は日本の人々にとって希望の福音となることでしょう。パーベルさんはこの福音を通して日本の人々に伝えたいことがあります。どうぞ疑わないでください。この世に不治の病は存在しません。神が最高の医師なのです。パーベルさんは勇気を持って治癒と救済への希望を決して諦めません。彼はブルーノ・グルーニングの教えによる精神の道を通して治癒を体験したのです。1986年5月2日、私たち総勢30名は事故現場の清掃作業を依頼されました。私たちは軍に属していました。私たちは清掃作業用の機械を使い、ブラシで道をきれいにしました。そして修理作業を始めることができるよう新たな道を引きました。5月23日以降、私たちは封鎖地域に二度と立ち入ることはできませんでした。私は放射能による肉体的後遺症はありましたが、元気に感じていました。全てが普通に経過しているようでした。当時私は33歳でもともと健康でした。ところがそれは大きな思い違いでした。パーベルさんは診断した医師から軽い症状であると信じ込まされていました。何が起こったのでしょう。放射能に汚染されたものに触れたことで、手袋をしていたにもかかわらず、仕事中手のひらと足の裏に小さな水ぶくれがいくつもでき、皮膚がかなり盛り上がりました。それは湿疹のように見えましたけれども、被曝による影響はもっとひどいものとして現れました。それらは外見からは分からず、またすぐに治るものでもなく、それどころか日に日にひどくなりました。パーベルさんは病気になりました。彼の同僚は一人、また一人と亡くなりました。彼だけが生き残りました。1987年から1992年の間、ほとんどの時間を病院で過ごしました。1992年、私は1年のほとんどを病院で横になっていました。不治の病のため、死までの時間を家で過ごすべく、私は家へ帰されました。容体はどんどん悪化していき、意識も朦朧となって消えました。こんなことが常で、私は動くことができなくなり、動きたいとも思いませんでした。私はパーベル・ペトロビッチ・シェメットの妻です。1986年に主人はチェルノブイリの原子炉事故処理の作業に参加しました。1993年、健康状態が非常に悪くなり、余命2、3ヶ月として病院から自宅へ帰されました。主人は重症患者第2級でした。診断は組織的脳障害でした。私は主人を健康にするための助けをひたすら探していました。私は全く力が衰弱した状態に苦しんでいました。物をしっかりつかむこともできず、働くこともできませんでした。
私は体の中に強い痛みがあり、それは体の至るところに存在するので、それを食い止めることはできませんでした。私は自分でもどこが痛いのか分かりませんでした。私はパーベル・シェメットさんの治療に関する報告を調査しており、1990年3月に専門家としての鑑定を公表しました。シェメットさんは神経系の重度の障害により苦しんでおり、その上に脈管系も侵されていました。大の部分が特に圧迫されており、記憶が消えてしまうほどのひどい記憶障害があり、さらに胃と腸に炎症の兆候が見られました。このような被爆症は医学的見地からは完全に不治のものでした。健康は人間が持つことのできる、そして維持することのできる最高のものです。ブルーノ・グルーニングのこの言葉を通して、彼の存命中、驚くべき治癒が彼の講演会で起こり、世界的に有名になりましたが、それらは健康を失った人々にしか理解されませんでした。ブルーノ・グルーニングの教えによる精神の道における治癒はとても自然なものです。彼の教えによると、それは治癒エネルギーの取り込みで起こります。このエネルギーは誰もがお金をかけずに得ることができるものです。ブルーノ・グルーニングは次のように述べています。神が最高の医師です。この世に不治の病は存在しません。今でも多くの人々が説明のできない治癒を、がん、パーキンソン病、狭心症、リウマチ、骨粗鬆症から、そして麻薬やアルコール依存症、さらにはうつ症状からも得ています。多くの医師により記録されたサクセスレポートは、この教えの効果を示しています。パーベルさんも治癒を受けた人々の中に含まれています。この教えを知ってから毎日治癒エネルギーを取り込みました。私の人生は根本から変わり始めました。私はエネルギーを取り入れるとき、心の中でブルーノ・グルーニングに主人の病気の回復もお願いしていました。それにより奇跡が始まり、彼は立ち上がれるようになり、気分も良くなっていきました。以前は山のように薬を服用していましたが、今は薬なしでどんどん解放に向かいました。主人は記憶力も戻りました。私が何か忘れても主人が覚えていてくれます。今では主人は完全に健康です。以前には時々気を失って倒れることがあったため、車の運転もできなくなりました。以前はプロの運転手として働いていたので、それがいかに危険なことであるかを本人も自覚して、車のハンドルは一切握りませんでした。今では何の問題もなくまた運転をしています。私たちの人生はこの時に根底から変わりました。そのことに感謝しています。今では動くことも走ることも仕事も家事の手伝いもでき、そして自分が健康であると感じています。私は全てに感謝しています。ベルリンの友達、ドイツ全土の友達、私たちにブルーノ・グルーニングを教えてくれた友達に、そしてこれが無料であったことに、あえて言いますが、人は私の健康状態を良好と判断するでしょう。もう一度全てに心から感謝します。なぜこういう会に、あなたにとってどんな意味がありますか？私たちを正常で健康な人生に連れ戻してくれるのです。それが私たちの現在の人生なのです。私たちはこの道を進み、決してこの道から外れることはありません。これは本当に大変なことです。今まで私はこのような幸運を得ることはありませんでした。どうしてこの道を離れることができるでしょうか。
この地位は全くもって県のものです。皆さんもお聞きになったように、シェメットさんは医師から助からないと宣告され、家に帰されました。彼の体中には痛みがあり、炎症によって記憶力が悪化されていました。彼は無能な状態で生きていました。彼はこの治癒エネルギーを取り込み、それが彼の体を整え、矯正し、すべての重荷が消え去ったのです。彼はすべての痛みと炎症から解放され、新しい人生をいただいたと、とは言うでしょう。これは我々の医学的見地からは全く説明のつかないことです。ここでは明らかに神的な治癒が働いたと言えます。ブルーのグルーニング交友会は、精神の道における治癒に関する世界規模でも最大の集まりです。交友会では根本知識と治癒方法を自由に、そして宗教を超えて共に分かち合う公認された団体として世に伝えています。交友会は世界中に広がり、日本にもあります。すべての人は治癒を得た感謝の印としてボランティアとして活動に従事し、一人でも多くの人をこの教えを通して救済したいと考えています。90カ国2200カ所のコミュニティから治癒を求める人は無料かつ何の制約も受けずにこの教えに入ることができます。ブルーノ・グルーニングの活動は全てを自由意志による寄付金で賄っています。ここでは診断も治療もしていません。薬の服用、医師にかかること、治療処置などにも反対していません。ブルーノ・グルーニングは次のように述べています。信頼して信じなさい。神の力が助け治癒します。どうぞ自分自身で確信してください。さらなる情報は下記のサイトをご覧ください。